参政党ファンの皆様、ご機嫌はいかがでしょうか。ナオリュンです。令和5年4月23日に江戸川区議会議員選挙が実施されました。参政党からは五十嵐正夫さんが立候補され、定数44、立候補56のところ14番目で当選されました。それでは開票結果を見てみましょう。ここは1番2番日本維新の会が独占してますね。へー、大変だ。ずっと来まして、一番最後まで見ましょう。はい、元戻りますね。はい、これですね。五十嵐正夫さん、4902票で当選されました。五十嵐正夫さん、江戸川区民のため、日本国民のために頑張ってください。ではまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメント入力をよろしくお願いいたします。